一番楽しみなのはやっぱりグラトゥーのスイルマーリス VS ファックスボックスピーターパン。この二人の戦いがね、まあもう劇場化されてるからね。ツイッターで煽りに煽り合い、どっちが勝つか負けるかみたいな。1点目。おい、俺ら楽しみにしてたぞ。さあスイルムが逃げて、さあアリスもここは外に逃げていく。さあピーターパンとファックスボックスたちもここはちょっと後ろに引いて、出てきたところ、ヘビースナイパー、どっから出てくるか分かってるのかこの男。スタチもうまい、いいね、いい感じで後ろに下がっていくが、貫通力とショットガン、この2つを、あファックスボックスとピーターパンがアリスチームを打ち砕いていった。1段下に降りてロケットランチャーぶち込んでいきたい。さあワンボックス入って、目の前の敵腰打ちとショットガンで倒していきたい。さあしかしここは倒しきれない。さあ追っかけて最後は腰打ちアスルトライフル。1試合目17ポイント稼いでいた SPT ボブ君大好き、ボブキラーさんと、リベルタエイムイズ1試合目ビクロイしていきました。 GG。 ランキング見ていきましょう。さあ1位リムル、すげえ、ライルさんとリムルだ。18ポイント稼いでるね。キルポイントめちゃくちゃ稼いでるね。撃破11キルしてるわ、強え。そうね、12ポイント。さあ下にいる敵から、さあここは腰打ちで一発ダメージ入れて2人で詰めていく。ワンキルダブルジュース、さあ倒していく。さあ残り 2v2。 さあ CR スカーレットナイトルバスズリドルマウボブ対決。さあこれはどっちが勝つ。さあ手に汗握る猛攻の中、ローグラウンドにいるのはマーフィンとボブくん。ここからハイグラウンド敵をどう落とすかが重要になってきます。しかしフロッパーをマーフィンが1匹持っているので、アンチ外に1回出て上を取りに行くという行為もできるが、ここは回復勝負か。さあしかしマーフィン一旦大外から回って、さあハイグラウンド敵を倒していきたい。さあこれは落として、マーフィン1人持っていきたいが、ここは倒せなかった。さああとはボブ君1人でダブルクラッチすれば勝てるとこだが、さすがにしんどい。勝っていったのはスカーレットナイトルチーム。さあ地面 ADS をして、さあ俺らが勝ったぞ見せていく。1位スカーレットとナイトルが19ポイントまで稼いで1位になって、リムルたちが18ポイントでも、さっきよりそんな変わってないね。言うてキー1位から落ちないしさ、大事だよ。そうね、すごい、絶対にグライターを開かないと。そうね、絶対にすごいね、この人ね、この人すごい、すごいね、この人多分後ろの、多分あのクローバーであの飛んでるんやろな、多分でもクローバー全体あすごい、光った、すごい頭の上が光っちゃってるって、これすげえ、すごいことになってるこれ。おい、魔法使いが現れるところすごいですね。これはこの人、多分この人優勝しますね、この試合はね、リブルさんで。これ多分ゴリアクあります。そうですね、これは勝つね。相当ゴリアクありますよ、これ。サブマシンガンで敵に牽制しながら動いている。さあ、アンチの中にはギリギリ入っているが、サージが、危ないので、うわ一気に、ショットガン、ヘッドショット入って、シュンシャン一人になってしまった。1人になってしまって、サージもまだクリアできていないので、ここは頑張ってダメージ取っていきたいが、20のダメージが入らない。これしんどいよ。さあヘビーアサルトライフルでゴリゴリに攻めていくが、下も上も敵がいる。ここは一瞬で削られてしまった。1キルしてポイント稼いでいる新規メイシーペア。さあここはジャンプパッド、低空ジャンプパッドで一気に距離を稼いでいく。さあアンチの中には入れた、そのまま地面にシューッ。はい、かなり安全な場所から、そうね。さあ進んでいくが、これは敵の壁が、敵に壁を張られる、張られてたね。ちなみに少しダメージ食らってしまった。メイシーさんがアンチ移動、この30ダメージにシューズレッジるか。さあここはレタスさんとハムさん150いいダメージ。なんかメイシーさん生きてる、回復がないぞ。そうね、メディキット負ける。これは、いや、こじられちゃったね、今。メッシーさん、ちょっとミスっちゃったか、今。使用されてしまうか。さあ、これは出待ちされている。出待ちされてますね。まあ、でも相手、回復ないんで、すぐ、アンチに向かいます。さあ、フロッパー食べて、ここは1キル。ヌー君をやっていくが、ワンボックスに1人入っていくが、マキンテンを撃破。さあ、一気にダブルクッチさん、2キルしていく。
さあ、そうね、バンテージバズーカのフロップあるので、さあ、アンチガイムーブだ、ね、そうね、ポーションないのがしんどいが、さあ、まだ自分の後ろに敵がいるが、これは間に合わない、バンテージバズーカも打たずに死んでいってしまった。ロケットランチャー目の前にぶち込んでダメージ与えて、さあ、倒せなかったが、さあ、資材を取りに行く。さあ、横にいる敵も150、ハンジャングを倒して、さっき入れて HP 回復。さあ、資材をある程度ゲットしていくが、これ、HP のあれがないので、さあ、ダメージめっちゃ削られてしまった。しかし、資材はすげえ量取れたので、これは固く、さあやっていく。残り6人、4チーム。もし 3DM HP が多いので 3DM に渡して、ね、あとは隠すみたいな感じで、さあしかしロケットランチャーでどこか確殺入れれば美味しい。さあここは下ろして倒していきたかったが、間一発倒せなかった。しかしここでフロッパーを使う。さあフォートナイトの神様にも好かれたこの男を HP 回復して、下にいるヤングギョーを倒して18ポイント、一気に上位に食い込んでいく。残り 2v2、ハイグラとローグラの戦い、横から来た敵一発撃っていきたいが、ここはセイルもやられてしまった。さあアリスエイムがちょっと、ここは80ダメージ。さあゆっくりゆっくり敵を倒していきたい。さあ2対1のこの敵を、さあ下にいる敵をまずはワンキル。さあこれで1対1まで持ってきた。 HP も回復、降りてきたところも敵を倒せるか。さあアリス圧倒的強さで敵を追い詰めていく。さあ一度アンチ外に出てハイグラをゲット。さあ状況が変わった。ロケットランチャーぶち込んでアリス23ポイントで1位。ビクロイおめでとう。強い、強すぎるわこいつマジで。ロードが長い。おお、でもリンさん、リンさんとキルアが30ポイント、え結構差あるね。さあ30ポイントで1位、しかもスカーレットナイトルもポイント上げて2位。これも勝ち逃げだね。勝ち逃げだ。もうおめえらと戦わねえよっていう。俺ら今上位だし、言った、あ、ファック。シンクたちがファックスフォックスたち追っかけてきてる。え、ほら追っかけてる、まだ追っかけてる、追っかけてる、やばいやばいってこいつらやってること。さあ一発当てて、でもカスダメージだったね。第1位ワンブツー。さあこれは一旦だけど、一応ダウン、そうダウン、ね、そこで下に降りていった。さあゴリ押していく、ここいいダメージくるの、張り替え。さあダメージがないので、ここはゴリ押して一発しっかりショットガン入れて、うまいな。ライルさん詰めるべきとこしっかり詰めて1位を取って38ポイント。これ1位じゃない、今1位誰だ、わらえるさんたちだ、強いな。さあ2位と7ポイント差をつけて、ライルさんたちが1位、2位にアスカーレットナイトル、やっぱここら辺も強いね、うん、どうなるかなって感じで、ペガサスがあるから、ね、ペガサスはちょっと流れに乗じて、うん、バレない程度に多少アンタネしくらっても頑張ってあるので、とりあえず生き残って順位ポイントを取るってことだけは今最優先。そうね、15位以内に。あ、ここセンサーよ、トイレだ、え、これさ、これ入るんだ、え、あっち行けるの、あっち行けるの、いける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 、だからバンテージバズーカで少し耐久して、その後向こうに出る作戦だ。天才や。おい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 、出てきた、ペトさん、おい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 、もう誰も考えなかった、なんだこのアンチ移動の仕方、頭良すぎる、 IQ 高い。しかしダメージを、厳しいか、ちょっと狙ったね、バンテージバズーカ、あ、ここは耐えてくれ。さあ、バンジーマスク打ってますね、65HP。 さあ、でも相当資材は、あ、そう、目の前に乗ってある、うん、あ、やばい、いやスイルムたちだ、スイルム、さあ、まさかのこのパーティーにぶち当たってしまった。なるほど、アンチがまだある状態できっと巻き始め、そうですね、巻き始めちゃったら巻き終われますね。3チーム残っているが、これでハイグラのナイトルか。さあ、ナイトルがやられて、うまい。さあ、ラグフィッシュが一番上にロケットランチャー防いで、アサルトライフルで圧をかけて、さあここは倒されてしまうが 1v1、 うわうわ、今のをやったのか。さあローグラウンドで見張っていたアリスがしっかり降りてきたところをワンキル。え、そりゃ、あ、でも、あ、でも44ポイントリムルさん、1位ではないんだ。リムルさんの平均順位高いからポイント多いね。さあ1位とは1ポイント差で43、でも結構この
均衡がすごいですね。均衡だね。ラストマッチ見ていこうか。じゃあみんなまず見れるかどうか。え、見えなくない？ちょっと待って、まさか。え、ちょっと待って、え、いやいやいや、まだ、いやいやいや、まだなんか、いや、こっから見るか、さすがに、さすがに、さすがに、あ、よかったよかったよかったあれ、なんかシーンがここら辺に出てて、なるほどね。おー、ファックユー。ピーはお互いマックス、武器もタクション持って強いので、さあ、しっかりと、そうね、対面やれば、この2人も強いんで大丈夫な気がするか、見ていきましょう。いや、さあヘビースナイパーでボブ君がこれを入り込んだか。さあハイグラをお互い取り合って、ショットガンお互い一時交換一発ずつ。さあここか、後ろをザジの後ろ取って、さあタクショが全然当たらない。さあマフィン、ここでエイムが少しグレてしまっているか。全然回復があるんで回復したいです。そうね、さあ回復して、さあボブ君筆頭にさあ詰め込めていってる。さあ僕もゴリゴリに行くね。さあ一人クロファラル倒して、ここはこれミスってるかな。絶対ミスっす、これミスってしまったが、さあマウフィンも倒したね。いや素晴らしい。さあヘビスラで、さっきの、うわ入り込んで、さあここは二人でゴリ押し、これゴリ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 。さあでもこれで寄ってくるかもしれないから、ファクス僕たちが。うわでもめっちゃ削ってる。さあ出た、この誰も得しないダブルキー。さあ一瞬ロードが入って、さあ鳥さんが頑張って立ち回っているが、厳しい。やどんどん HP が削られていってしまう。さあここはマウフィンが1キル、しっかりと。そうね、さあライズさんが、ね、回復勝負あるね、全然、ね、この枚数だったら勝てつなげれるから、うん、さあ残り7人4チーム、ライルさんたち1位を独走中、はい、さあこれでビクロイしようものならもう確定です。そうですね、ダントツになりますね。そうだね。さあしかしここ結構上高いね、結構熱い。そうね。さあこれ回復勝負か、まさかの中に入って回復勝負。さあバンテージ使って、クロッパー1匹。さあ上ではリムルがバンバン使って、リムルさんが多分今生きてる。さあ回復勝負のやつをワンキル、これまさかプラスお互い体力あるので、これ回復勝負、バンテージまさかまだある。さあまさかの FNCS で回復勝負が見れるとは思わなかった。さあまだ知ってる方がいる。さあ死んで、リベロも死んで、回復勝負制していったのは誰だ、誰だ、メルシーさん、メルシーさんだね、これメルシーさん、これメルシーさんが46ポイントでビクロ回復勝負 20の差で勝っていったね。さあドン、さあ誰だ、さあ1位、うわー、リムルペア60ポイント、スカーレットたちと9ポイントの差をつけて、圧倒的1位で FNCS デュオを制していったのはこの2人、皆さん拍手お願いします。暑かった、お疲れ様です、おめでとうございます。そして、スカーレットたちに強いね、この2人も。ここら辺で FNCS デュオ解説の TS さんと、ライトありがとうございました。ありがとうございました。それじゃあここら辺でお疲れ様でした。またな、バイバーイ。またな、バイバーイ。